荒クれナイトは吉田里氏による日本の漫画作品。1995年から2005年までヤングキング市場で連載され、後に2006年1月16日号から同年12月26日号まで月刊ア荒クれナイトマガジン市場で連載再開された。本校では続編作品、また同作を原作として制作された OVA およびオリジナルビデオ、 映画版についても記載する。本作は暴走族、バイクパック、ワヘビの三代目リーダー、全波750を中心とした青少年たちの青春を描いた群像劇であり、神奈川県の湘南海岸近辺、及び周辺地域を舞台としている。登場人物たちは暴走族、ヤンキーが主となっているが、主人公の全波750率いるワヘビは、 周囲から既存の暴走族とは一線を画する存在と目され、半ば伝説の存在として扱われている。一方で和ビのメンバーたちは何らかの欠陥を抱えた者たちが大半であり、和ビを弱虫たちが集まって生きていくために作り上げた聖なる結界や学校に例えられているほか、ハットリのようにヘ蛇から卒業して一人立ちしていくキャラクターもいる。 喧嘩やチーム同士の抗争が頻発する点においては、既存の暴走族と同じだが、基本的には蛇が抗争するのは、自分たちの走る道を守るためであり、喧嘩をしたくてしているわけではなく、喧嘩をせざるを得ないという状況を、どう克服していくかという点において苦悩している。湘南爆走族の自己オマージュ的な作品であるが、作中での湘南隊は、 劇中劇として何度か登場するなど、本作とは完全に独立した別の作品である。なお、2006年に刊行された月刊ア荒くれナイトマガジンには、湘南隊のアナザーストーリーが掲載された。作品タイトルの荒くれナイトは、もともと湘南爆走族の外伝の中の石川明が、心から仲間と呼べるチームのメンバーに出会う前、まだ荒くれていた。 中学時代を描いたエピソードタイトル、荒クれナイトを発展させたもの。三代目リーダー、全花7 50率いる湘南随一の荒クれ集団。ガラガラ蛇の赤蛇こと、内海誠によって、ガラガラ蛇から純粋に走りを求める仲間だけが集められ組織されたチームである。メンバーの全員が蛇の絡まった十字架が刺繍された革ジャンを身につけており、 歴代のリーダーには同じく十字架をモチーフとしたリーダーズリングが継承されるなど十字架をチームのシンボルとして掲げている。これはガラガラヘビに属していた頃の罪、同じ仲間であったガラガラヘビを壊滅させた罪に対する食材といったニュアンスに加え、リンダという一人の女性を象徴するものとしても扱われている。革ジャンは代々受け継がれており、全派の革ジャンは 初代リーダー、内海、春馬の革ジャンは二代目、リーダー、木原のものである。チームを守るために、組織の正確な情報は、メンバー以外には、容易につかめないものとなっている。作中でも正確なメンバー数は明かされておらず、むしろ一切登場しない、メンバーの方が多数と思われる。チームの存在自体が一部の不良や走り屋の間で噂される程度であり、 ワヘビを知る者たちにとっては恐怖の代名詞として知れ渡っている。故に自分たちが喧嘩を仕掛けた相手がワヘビであると判明した途端、手のひらを返したように謝罪する場面が随所に見られる。一方で、その存在感からある程度の実力を伴うチームなどには、しばしば同盟や合併、あるいは構想に備えた情報収集を目的とした接触を受けるものの、 これらのすべては跳ねのけられ、一貫して、秘密は守られている。三代目の主要メンバーは、リーダー、前波七五重をはじめ、牧谷金、ね、藤木慶造、野呂貞春など、十数名が登場しており、いずれも喧嘩においては屈強の猛者である。二代目、和蛇のエピソードもしばしば描かれており、二代目、リーダー、木原をはじめ、坂井、道場、白田、武田、 カノー兄弟といったメンバーが登場している。ウラリンヘビリンヘビを裏から支える施設応援隊。元はヤコウム市の最高幹部の一人、アサイリを率いるアサイ隊の新衛隊と本隊の一部がワヘビに対する恩義から設立した。ワヘビのエンブレムを上下逆にした革ジャンを着用しており、その存在を知る者はワヘビメンバーですら限られている。 マキの指示により動いていたが、後に前派の判断により解散となった。その後、退院だった村雨は、ワヘビに加入している。イブコイジローをリーダーとする湘南切手の実力派チーム。元は、ガラガラヘビの下部組織として設立された、パシリチームであった。そのため、黎明期は強力なまとめ役が不在で、暫定リーダーを、庭中が務めていた。後に黎明期を支えた。 メンバー、ネギに導かれ、リーダーとなった大鳥が圧倒的な存在感を放つ。そんな大鳥の下に、花形、三田、カ木、朝日、そして日中などの猛者が集い次第に強大なチームへと変貌していく。時は、流れ三代目、イブの時代には、ワヘビと肩を並べるほどのチームへと成長を遂げる。歴代リーダーは、大鳥の精神的支柱となったネギが、 初代とされ、大鳥が二代目、それを受け継いだイブが三代目となっている。ネギ氏から大鳥、大鳥からイブへと心の明かりを受け継いだ、リーダーの系譜というテーマは、黒い残響完結編にて、黎明期からの詳しい変歴が明かされている。ガラガラヘビの関連団体であるという羊や一年戦争を生き延びた、ポテンシャル、同じ層を持つ、和ヘビとの関係に、 オートリラの合流など、黎明期からすでに湘南のパワーバランスを左右する存在であった。そのため、湘南に野心を持つ組織はまず、虎竹らに接触しようとする場合が多く、初期はワヘビを超える湘南の火薬庫と化していた。イブは比較的慎重なチーム運営姿勢をとっており、おいそれと構想に介入はしないが、それでもワヘビを標的とした騒動に巻き込まれることは少なくない。 メンバー個々の能力が突出していない代わりに、統率力に優れ、和蛇と比べて、非常時における、構成員の暴発が少ない。劇中の描写では守りに力を発揮するチームである。かつて、赤蛇、青蛇と呼ばれる二人の人物がリーダーを務め、南関東を一帯に悪名を轟かせた、最強最悪の集団。他のチームへの襲撃、吸収を経て、 南関東全域を支配する巨大な組織へと成長を遂げていく中で、主に構想や犯罪の指揮を、青蛇が、バイクや仲間内の相談時などを赤蛇が担う形を取り始め、組織内部の二極化が進むこととなる。また巨大となった組織は、支部同士で相打つ事態となるなど統率が取れなくなっていく。やがて、リーダーの一人である赤蛇が、 走りを基本とするメンバーを引き連れ、ガラガラヘビから分裂、ワヘビを結成する。これを裏切り行為とした青ヘビは、ガラガラヘビを引いて、ワヘビの壊滅を図り、ワヘビも自らの自由を得るために、ガラガラヘビとの構想に応じ、一年戦争と呼ばれる構想の果てに、ついに、ガラガラヘビは壊滅した。その後、ガラガラヘビの残党は、ワヘビへの復讐を狙って、 トラタケラへ帰省を図るなど様々な策望を巡らしてゆく。横須賀のチーム、総長はあだち、三浦半島一帯をテリトリーにしている。ワヘビ、トラタケラと同様に組織の成り立ちには、ガラガラヘビが関係している。750の愛車である川崎 750RS、ヤングチャンピオン史上で2007年ナンバー20から2016年ナンバー6まで連載。大鳥会合。 主人公とし、虎竹らの過去を描く外伝作品。春馬を中心に四代目、和蛇が形成されつつある中、春馬のライバルを辞任する岩木は、自身がナンバー2を務めていたローグスを離脱しを逃す進むべき、道を見失っていた。岩木は、ローグスが手本としていた、虎竹らに加入するも瞑想は収まらなかった。そんな、岩木の単眼を受け稲垣は、 トラタケラの黎明期について話し始める。ガラガラヘビからワヘビが割って出たことにより勃発した一年戦争の末期。潰しや花鳥風月の鳥ことを取りたい後はワヘビを潰す計画の一環としてトラタケラに近づくがチームの中心人物ネギ氏に感銘を受け、後のワヘビ二代目リーダー木原敦をはじめとする。 様々な人々との出会いの中で次第にその考え、生き方を変えていく。構成員関連人物、黒い残響完結編完結後、ヤングチャンピオン史上で2018年ナンバー7から連載されている。東映 V アニメのレーベルで、東映ビデオより全2巻で発売。2004年5月21日に2巻分を1本にまとめた DVD もリリースされた。 東映 V シネマレーベルで、東映ビデオより VHS でリリース。2004年に DVD 化リリースされた。2007年4月28日公開。ハイキュー、トルネードフィルム、2008年1月25日、ポニーキャニオンより、荒くれないと、襲名編という題名で DVD が発売された。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます荒くれないと黒い。 残響完結編に関するカテゴリー。新、湘南爆相続荒くれナイトに関するカテゴリー。新、湘南爆相続荒くれナイトに関するカテゴリー。ありがとうございます。